チップ&ダイス学園ボードゲーム部。皆さんこんにちは。新入部員の飯沼みなみです。こんにちは、新入部員の飯田ひかるです。こんにちは、顧問のしおりんこと野崎しおりです。この番組はたくさんのボードゲームの楽しさに触れて、その魅力をたくさんの人にお伝えしていこうという番組です。はい、はい、ということで第12回になりました。12回、はい、早い。今の配信の状況だと5月の下旬ぐらいなんだって。5月の下旬、ほう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 。この時期ってことはそろそろ梅雨が降る、衣替えも来る、衣替えも来る夏の間とかも半袖じゃなく長袖で行く感じ。半袖がいいです。シュリー分かんない、そういうの。オッケー。うんって。あ、嬉しい、やったー。楽しみだね。やったー、楽しみ。どんな可愛い衣装着れるんだろう。違う。まあそれまでね、大事に大事に一回一回そのお洋服を、おベベを見せていってくださいな。はい、はい、ということでチップ&ダイス学園ボードゲーム部、最後までよろしくお願いします。今日のボードゲーム。はい、このコーナーは実際にボードゲームで遊んでいくコーナーです。ということで、ここで一緒にゲームを遊んでもらうゲストの方をご紹介しましょう。この方たちです。どうぞ。はい、相原ありさです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アンド中村さくらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。南お姉ちゃんとゆかりのあるお二人なのかな。うん、そうです、そうですね。同じ事務所の後輩と先輩です。そうなんです。どういう方なの？なんかワワーンとしてて、なんかいるだけでもうなんか幸せオーラがもうすごい、みんなにこう分け与えてくれるみたいな、お花みたいな感じ。なんか私がすごいわーっていう感じだから、なんかバランスが良くて二人といると。お二人とも本当ワワーン。そう。まじお花畑。そうだ。お花畑。今日はそんなお二人にぴったりっぽいゲームをやることになるんですけれどもね。ちなみにゲストのお二人はボードゲームとかって最近遊んだりしましたか？私ちょうど昨日都内にあるボードゲームカフェに行ってボードゲームしてきました。すごい。どんなのやったの？昨日はカタンと、あとミステリーみたいな感じのちょっとボードゲームをやりましたね。結構いろんな幅の広いやつをやったんだね。さくらお姉ちゃんは？私はですね、結構友達ん家とかでやります。で、それでハマって自分で何個か買ったりとかもしてますね。最近のだとなんかクラウドファンディングで集めた、西島大輔さんというイラストレーターの方のなんかカードゲームとかをやってます。なんだかお二人ともホワホワってあんなに二人は言ってたけど強そうな気がしていた。しおりん聞いてると、うちに秘めてるものは強そう。ということでですね、今日も楽しんでいってください。じゃあ早速遊んでいきたいと思います。今回遊ぶゲームはこちら、いろは言葉。わー。じゃあまずしおりんがゲームの説明をするね。はい、お願いします。このゲームはお題カードをめくり、そのお題に当てはまる言葉を素早く回答するスゴロクです。自分の駒が配置しているマスの文字を頭文字とし、回答するゲームとなっています。勝利条件。一番最初にゴールにたどり着いたプレイヤーが勝者となります。ゲームの準備。各プレイヤーは自分の駒をスタート位置に配置します。自分の駒の色と同色の駒表示カードを自分の前に表にしておきます。
このカードはお題が読み上げられる前のタイミングのみで使用可なカードになっており、コマ表示カードを裏向きにすることで任意に1から2マスコマを進めることが可能です。使用の際はみんなに分かるように宣言してください。裏向きにしたコマ表示カードは誰かが最初にマのマス目位置を超えた後、そのプレイヤー以外はコマ表示カードを表に戻すことができます。表になったらまた使えるので、このカードはうまく有効利用していきましょう。お題カードをすべて裏向きでシャッフルして全員に1枚配ります。全員のカードをオープンして、カード左上の数字の値が一番大きいプレイヤーがお題カードをめくる最初の選者になります。選者は全員でオープンしたカードも含め、お題カードをすべて改めてシャッフルします。シャッフルが終わったらお題カードは山札として置きます。ゲームスタート。選者はお題カードの山から1枚引き、他のプレイヤーに見えないようにしてお題を確認します。お題カードをプレイヤー全員に見えるように表向きに公開し、同時にお題をプレイヤー全員に聞こえるように声を出して読み上げます。選者以外のプレイヤーは自分の駒が配置されているマスの文字から始まるお題に当てはまる言葉を素早く答えます。最初のスタート位置は何の言葉でもいいです。選者は一番早く正しい回答をしたプレイヤーを正解とします。読んだお題カードは捨て札として表にして山にしていきます。複数のプレイヤーが同時に言い終わった場合は正しい回答の全員を正解とします。正解したプレイヤーは回答した言葉の文字数だけ駒を進めます。ただし10文字以上の言葉の場合は10マスで止めます。上限は10マスです。正解のプレイヤーが駒を進めた後、選者は自分の駒を1マス進めることができます。その後自分の持っているお題カードの山札を時計回りに隣のプレイヤーに渡し、選者を交代し手番を終了します。もし正解が出ない場合は選者はしばらく待ってありますかと確認してください。浮かばない場合はありませんと答えます。全員が回答できない場合、お題カードを捨て札にして選者を交代します。この時は選者を含む全員の駒を1マス進めてください。正解と選者の判定について、言葉の頭文字は濁点、半濁点をつけても OK です。一文字言葉は無効判定とします。一文字プラス長音カーなども同様です。選者が知らない言葉、お題に沿わないと選者がジャッジしたものは無効判定となります。選者のジャッジには絶対遵守の力があります。文句があっても諦めてください。王の命令は絶対です。無効判定となったプレイヤーは、そのお題中は他のプレイヤーが無効判定となるまで発言権を失います。人物を回答する際は特定できる対象を答える必要があります。例えば徳川という答えは何代もの徳川さんがいるので無効判定となります。家康であればほぼ徳川家康と考えることができるので正解となります。ゴールの注意点、お題に正解することでのみゴールが可能となっています。複数プレイヤーが同時に入った場合は対象の全員が勝者となります。選者の移動や駒表示カードでの移動など、お題に正解する以外の移動手段でゴールに入ることはできません。手前のマスで止まります。ということで早速プレイしてみましょう。はい、どの駒が誰か説明してください。飯沼が黄色の駒です。あ、黄色そして飯田が、ジャージの色と同じブルーで、アイフラが赤でーす。赤色キュー赤キュー赤赤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 赤
同じ色のコマ表示カードを自分の前に表にしておいておいてね、うん、はい、はい、表、うん、はい、はい、お題カードをすべて裏向きでシャッフルしてみんなに1枚ずつ配ってください。1枚ずつ。折ってないです、ごめんなさい。はい、1枚組みます。はいはいはい、かわいい、かわいいですね、和な感じで、かわいい。じゃあですね、みんなカードをオープンして、カード左上の数字が一番大きいプレイヤーがね、お題カードをめくる最初の先座になります。はい、7 9 9 9 6 4 0 圧倒的。1番、はい、じゃあ先者になったアリサお姉ちゃんは、はい、今オープンしたカードも含めてお題カードすべて改めてシャッフルしてください。お願いします。お願いします。はい、じゃあ準備ができたところで早速始めたいと思います。はい、一応説明すると、お題カードの山から先者のね、今回はアリサお姉ちゃんがね、はい、1枚引いて他のプレイヤーに見えないようにしてお題を確認します。はい、そしてお題カードをプレイヤー全員に見えるように表向きに公開して、はい、アリサお姉ちゃん同時にですね、はい、お題をプレイヤーみんなに聞こえるように声を出して読み上げてください。はい、そして先者以外の他のプレイヤーの皆さんは自分の駒が配置されているマスの文字から始まるお題に当てはまる言葉を素早く答えてくださいね。まあ、最初の1はね、あでもないっていうことで、好きな何の言葉でもいいです。はい、で、先者のアリサお姉ちゃんは今回一番早く正しい回答したプレイヤーを正解としてですね、はい、進めていくという形になりますね。アリサお姉ちゃんから早速1枚取って始めていきましょう。はい、じゃあ始めます。はい、はい、負けないぞ。ここからはスピード勝負ですね。そうですね、うん、じゃあ引きます。はい、はい、ほっ、おお、いきます。うん、虫、昆虫、テントウムシ。テントウムシ、皆さんの声がテントウムシって言ったのでテントウムシ。やったお、バラトン文字数なんだけ。時計回りに隣のプレイヤーにですね、山札を渡していただきまして、先者を交代して手番終了となります。アリサお姉ちゃんも一マス進めるよ。一マス進みます。はい、じゃん、はぁ、いきますよ、はい、皆さん、せーの、こちらです。建物。建物、カートリッジ。あれ違う。先者の方によりますね。アーケード。アーケードって何だっけ。私もわからないの。ちょっと待ってください。カートリッジってなんだろう。カートリッジはこういう詰め替え。交換する。無効かどうかですね。無効判定となったプレイヤー。アーケードは、建物の一部のがあり。よし、やったー。やったー。はい、建物、アーケード、アーケード、おー、おー、カードになりました。それでは、さくらお姉ちゃんもね、一マス進めて、了解です。次の方が先者になります。はい、あからになるのか。いきます。はい、せーの、鳥。鳥、お、鳥、鳥、カラス。お、やった。お、カラス、カラス、街中でよく見る、今日も朝見たんで、それはインプットされてた。わ、強いな。早いな。あ、そして光お姉ちゃんも一マス進めてね。はい、次はこっちから。おお、あ、みんな得意なんじゃないかな。いきますよ。アニメ、アイアンマン。お、アニメーションありますよね。ありますね。アニメーション版も。もう合格です。すごい、すごい。早い。え、どれ、何秒。あ、い、あ、うん、まあ、うん、しかも、めちゃめちゃ遊びました。やばい、ちょうどね、見たばっかだったんですけど、まとめに。すごい、まとめに。まずい、追いつけない。みなみちゃん、みなみちゃん、ちょっと、1個あ、になっちゃった。おお、なんだ、難しいのか。いきます。イベント、行事。祇園祭り。
ごい。確かに、しかも祇園祭で結構有名な。すごい。早い。すごい。強い。一気に作業に行きましたね。はい。はい。はい。こうになりました。はい。さ。笑ってる。これだ。寿司。知らない。しかもない、多分。ないならわからない。スイス。お、お、都市、都市、都市。それは煎茶の方がどうかっていう。スイス、スイスの、スイスの。はい。お、セントラルシティ。お、あ、すごい。聞いたことあります。あります。シティですもんね。シティ。確かに確かに。じゃあ桜お姉ちゃん。はい。なり？お、やった！ちょ、桜さん強すぎる。すごい。やった！セントラルシティ。おお、すごい。すごい。すごい。もうすぐ半分。やったぜ。早い。あ、ちなみにこのカードを使ってもっていうことですよね。あ、そうだ。二マス進む。私はまだもったいなすぎる。地道に地道に地道にじゃあ、いきますで飛ぶもの飛ぶもの、スカイフライヤースカイフライヤーとはスカイフライヤースカイで絶対なんかありますよねあるなんかあるよね思いついちゃってるけど言わない言わない言わないそうですね、正解が出ない場合は、洗車はしばらく待って、ありますかと確認してください。洗車以外は浮かばない場合は、ありませんと答えます。全員が回答できない場合、お題カードを捨て札にして、全員一マス進むという対処もできますけれども。流れる感じですね。ありますか？スカイグライダー。なかなかでしたっけ？お、ある？ありますか？聞いたことない。なんか聞いたことありますよね。あるような。あるけど。ありますよね、きっと。あるかな？きっと。あるかな？スカイグライダー？全然の方によります。ちょっと違う気がするな。あ、でもあるのかな？一マス行くのか。勝ち抜けるか。いいよ。やったー！優しい！優しい！いいのか？いいのか？いいよいいよ。スカイグライダー。あ、でもありますね。うん。いいよいいよ、大丈夫大丈夫。はい。よかった。さくらお姉ちゃん何が浮かんでたの？あ、スカイフィッシュ。あ、スカイフィッシュ。だから架空の架空の浮遊物？未確認飛行生物です。何それ？空飛ぶ魚ってこと？先者が知らないよ。知らなかった。知らなかった。空飛ぶ架空の。初めて聞いた。これはみんな得意ですね。お、いきます。英単語。イングリッシュ。英単語です。え、いいの？英単語。え、いいの？英単語。やばい。綺麗。このちっちゃいツーは入るんじゃないですか？入りますね。イングリッシュ。七文字。七文字。ちょっと待って待って待って。イングリッシュ。あ、おいなき。おいなき。進みます。逆転もあるかもしれない。やばいですね。おお、これはなかなか知識が必要かも。いきます。星、星座。ええ。ミラ座とか。長いやつとか。ケンタウルス座。入れていいんですか？ザも入れましょう。やったー！優しすぎる。ケンタウルスザ。おお、すごいすごい。一気に巻き返し。待って待って。ちょっと
職業。職業に やっぱ難しいところに飛んでて。あ、お忍者。職業。職業。立体の職業。職業ですよね。よく出した。今もどこかに。忍者が認めてるなら OK。OK です。はい、忍者。いや、おぉ、じゃあ、よかった。優しい世界。すごい。難関の魔行を抜け出した。すごい。ここでカードを使いたいです。はい。そうだ、カードがあった。このカードを裏向けることで、2歩まで進むことができます。おぉ、ので、無からの脱出で無になります。おぉ、はい。あ、でも脱出して。無行からの脱出は。でも無よりか。確かに。はい。もう魔行も近くなってきたもんね。難しいかも。はい、何？あ、いきますよ。はい。植物。はい。伸びる。伸びる。都内にある雑草とも一見取れる植物があるんですけども、その伸びるっていうのがニラとかみたいな種類に似ていて、根っこの方をね洗って食べることができる。食べれる。伸びるっていう植物があるんです。やったー。許しました。私プレゼンが。伸びるプレゼン。あ、足引いてる。はい。はい。はい。刺しました。薬味みたいな味がしますね。違う。私黄色だったけど。あ、みんな大好きな、これです。はい。漫画。はい。お、不滅のあなたへ。あ、すごい。コマ表示カードを使ったのはさくらお姉ちゃんだけで、最初に今のマス目位置を超えたプレイヤー以外が戻すことにできるっていうことで、何の意味もありません。悲しいです。そうか、私だけ使っちゃった。3人1マスか2マス進めたのに残念だね。人生感じるわ。残念でした。大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。逆転はあります。次は私かな。じゃん。おー、そんなことあるんだ。さあ、皆さん考えてください。何でもあり。何でもあり。チョコレート。歯ブラシ。遅いし、4なんじゃ。遅いし、4文字じゃ。せめて12セーブ。響くかもしれない、もしかしたら。いや、圧倒的速さでしたね。じゃあ、ゲーム。3文字。3文字。3文字も大きい。大きい、大きい。大きい、大きい。はい。じゃあ、パスで。はい。進みます。これって今も使えるんでしたっけ？うん。じゃあ、使っちゃいます。もう、はい、戻れないけど。2歩まで進みます。はい。ふに。ふ。ふなります。はい。ふになります。じゃあ、読み上げます。ほう。これも探せばありそうな。はぁ。行きます。お店、店舗。お店。ふ、ふる。あ、古着屋。おぉー、たくさんありますね。すごい。古着屋。おぉー。進んでますね。ちょっとみんな覚悟してください。いきますよ。7文字以上の言葉。何でもいいの？はい、スコットランド。おぉー、すごい。せつこと。道徳は学びですから。美しい。美しい。
ドウトク、お待たせしました。いいですね。いやこじわじわと進めよう。いやいやいや、ありそうじゃないですか。一歩ずつでも、はい、お、いい、これは、うん、みんなも大好き、みんなも大好き、アニマル、動物、やばい、ムムムあの川を渡る人なんですけど、あ、知ってる、ドキュメントで見たことあります、ね、よくドキュメントに出てる常連の動物、アリサお姉ちゃん、はい、ただ一文字と調和、あ、残念、残念、残念、お手つきなだけで他の二人は答えられるよ。大丈夫どうでしょうか。どうしよう、よっちゃんイカしか出てこん、よっちゃんイカ、まあ確かに動物みたいなのね。皆さん動物いますか。思い浮かぶ動物いません、いません、いません。じゃあということはみんな仲良く、はい、一歩進め、はい、はい、仲良し、仲良し、お、ちょっとは無から抜け出せたね。抜け出せたね。でもねだ。あ、やばいやばい、ゴールしちゃう。じゃあ私、自分の手番なんですけど、ここで、はい、これを裏返しにして、このな行から脱出します。よし、いきますよー。はい、おー、おー、丸いもの、丸いもの、はい、はい、ラクダのコブ。あれで書いてみてください。想像してみてください。いいでしょう。何ですか。違うんですよ。いいですか。ありがとうございます。ひなみお姉ちゃんがいいって言ったから、あ、すごい、難しい方じゃなく、あ行のおでも答えられるからね。すごい、モカを違いますって言えばよかった。計算通りってことですか。通ったらいいなっていう気持ちを込めて。すごすぎる。じゃあみんな頑張ってね。さくらさんに答えられないように頑張ろう。いきます。おもちゃ、いっちゃおう。おー、登り台。登り台、おっきなおもちゃですね。おもちゃ、おもちゃです。おやった、おもちゃです。やった、登り台。おー、やった。じゃあリサお姉ちゃんも一コマ進めて、あれ、じゃあ次、あ、次だ。さくらお姉ちゃんはね、ちゃんと答えてゴールじゃないとダメだから、今回、まあでもまだ余裕ありますから。わー、余裕すごい、すごい、いけますよ。料理、ピニャータ。ピニャータ、おー、大きい、なんかあのもじゃもじゃがついてる可愛い、なんかあのくす玉みたいなやつをバン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 ってぶん殴って、中からお菓子がパーって出てくるやつ、なんかケーキとか、うんうん、クッキーとか、うん、マフィンとかがこうバーって出てくる、料理、うん、料理料理そのお菓子も含めて全部もんじゃ焼き。おお、これはもんじゃ焼きでしょ。ちょっとピニャンと、もんじゃ焼きから、もんじゃ焼きから、そのものを答えてみないとダメだね。じゃあね、や、や、い、おー、う、おー、おー、いきます。ヒーロー、ヒロイン、ピッコロ。おー、そう、そう来てた、そう来てた。ピッコロも、でもまあ、ヒーロー、ヒーロー、ヒーロー、特にご飯にとってもヒーロー。ピッコロ、やったー。ピッコロ、あ、で、私も一歩、あー、あ、一緒だね。一緒だ。マチマチ。なかなか。追いついてきたぞ。みんな。いい勝負。波が揃ってきた。四角いもの。四角いもの。ダメだ。いいですか。いいですか。いきます。どうぞ。折り紙。四角い。四角いな。いな。それ四角いよ。四角いです。参りました。ということで。時間帯とあれですね、知識と頭の回転がね、重要なゲームでしたが、無事なんとか勝つことができました。ありがとうございます。すごい、あの簡単なので、ぜひ
みんなも遊んでみてください。はい、ありがとうございます。はい、以上ボードゲームで遊ぼうのコーナーでした。バイバイ。ブレイクタイムのコーナーです。こちらのコーナーではお茶を飲み、お菓子を食べながらお話ししたり、メールを読んだりするコーナーです。で、今回のブレイクタイムは、私、飯沼みなみが担当いたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ゲストの方をお招きしております。どうぞ。はい、相原ありさです。よろしくお願いします。お願いします。はい、中村さくらです。ごきげんよう。ごきげんよう。よろしくお願いします。なんと優雅な、では今日はですね、いくつかトークテーマを用意させていただきましたので、そちらをもとにお話ししていきたいと思います。今回はゲーム、遊んだゲームにちなみまして、お二人と趣味にまつわるお話をしたいと思います。お二人の一番胸を張って言える趣味は何ですか？趣味イコールさくらさんなイメージがあるんですよ。確かに。しかもたくさん趣味をお持ちなイメージ。いやいやいや、もう広くはさくらんで。いやいや最近だとメインにしてるのが外に出れないので、はい、プラモデルが多いですかね。ツイッターで見てます。ありがとうございます見てます。ずっとプラモ作ってます。アーリーは何かある、うん、私もフィギュアが大好き。美少女フィギュア集めたりとか、あの手編の方のお仕事。推しね、はい、お仕事ね、やってられてますね。やってますね。結構趣味の共通点が多かったりするんですよね。プラモでフィギュアだったりとか。そうですよね。そう、なんかそういうアニメとかの好きな系統とか、あとアイリーは DJ やってたりとかね。はい、私も DJ 始めようとして始めてなくて機材だけ持ってたりとか。すごい。そうなんですね。音楽と音楽をつなげちゃうよみたいな。かっこいいそうできる。披露してください。今度ぜひ私のうちに。あ、行きましょう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 教えてほしい。つなぎ方とかぜひぜひ。すごい、そうそう、ありがとう。予定作れちゃった、嬉しい。やった。ミラーボールとかつけちゃって。やった。入る、ね、あるのミラーボールが。買っていきましょう。私に行く前に。なんか私も一時期釣りをやった時があって、そうなの。さくらさん釣りもやられてるじゃないですか。そう、釣りするんですよ。わ、一緒に釣りしたいと思いました。私は見ててもいいですから。え、やろう、行きましょう行きましょう。私あの一回あの川釣り、あのほら、あの、あ、あ、流してやる川釣りみたいなのに行ったことあるんですよ。もうあの、えーっていう感じで、もう釣り上げてビチ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 って言うじゃないですか。もうあれがもう苦手で。あ、そうなんだ。あとあの、あの虫をつけるじゃないですか。 あれはもうダメなんです私。そう、いやもう何でも、何でもしますよ。何でもします。つけますし。先輩にそんなことさせられない。ちゃんと拾い上げて、さばきますよ。ちなみに料理とかは、うん、そうですね、レシピ見れば、なんとなくなら。スタートとかを担当してもらう。じゃあ塩振って刺して、焚き火で。結構ワイルドな。塩焼き。そのぐらいなら。同じ事務所だし、そういうなんか部活じゃないけどね、うん、そういう趣味を共有できる場があったら。確かに確かに。今なんかその魚刺して思い出したんですけど、うん、やってみたい趣味があって、うん、キャンプを、うん、キャンプやりたい、やりたい。キャンプ飯の動画を見るのがめちゃくちゃ好きで。わかる、ずっと言ってるキャンプやりたいって。私キャンプギアだけ買い揃えてまだやってないです。やりましょうよ。やりましょう。来てないんですよ。やりましょう。じゃあみんなでやるということが決まったということで、ヒップアンドダイスではメールを募集しております。ふつおた、番組の感想などなど、このゲームをプレイしてほしいと何でも OK です。宛先はこちらのメールまで送りください。お待ちしております。はい、本日いかがでしたでしょうか。いや、もうめちゃくちゃ楽しくて、うん、そのいろは言葉っていうボドゲも初めてやったんですけど、うん、初対面の人でもめちゃ仲良くなれそうな、ね、感じで、それもしかもなんかいろんな言葉も覚えられるっていう、いや本当に学びもある素敵なボドゲだなと思ってめちゃ楽しかったです。ありがとうございます。私も久しぶりになんかみんなとボードゲームをできて、しばらくあのゲームをやってたんですけど、はい、結構一人でやるゲームが多かったので、こうやってなんかみんなでワイワイできてすごく楽しかったです。ボードゲームっていろんな種類があるから、そうですね、得意不得意も。私も本当に苦手なゲームとかもいっぱいありますし、たまたま運もあるので、ぜひまたみんなでやりたいです。やりましょう、はい、ボードゲーム会も開きましょう。開きましょ う、ありがとうございます。今日本当に楽しかったです。はい、ありがとうございます。お二人のお知らせ等がありましたらお知らせください。ツイッターを持っていま
ますので、ツイッターの方に情報を載せておりますので、ツイッターの方をフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、私中村もツイッターをやっております。たまに配信とかもやってますので、ぜひ見に来てください。こちらかな。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。本日のゲストは相原ありささんと中村さくらさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。3秒後に爆破するからエンディングのお時間になってしまいました。2人とも今日どうだった？自分の言葉の辞書の少なさにちょっと驚いたというか、うんうん、なんかそのパッと出されたものに対してパッと思い浮かばない、うん、頭の回転が追いつかなくて、瞬発力って大事ですね。確かに、うん、本読も本読みますね。最後に読んだ本って何？カッペカッペ、あー映画になったやつだね。そうです。ひかるお姉ちゃん思い出せません。そんなに前なの？いや、いろいろ読ん、読んでガーって読んでるから。体の中には？体の中入って入ってる、入ってる、入って負けた、うん、入って、うん、負けた。じゃあカートリッジね。カートリッジ、いや、建物だと思ったんだけどね。 100人乗っても大丈夫なカートリッジありそうだね。カートリッジ違ういっぱい言葉を覚えて使っていこうね。はい、ね、やっていきます。ということで、次回もね、楽しくボードゲームで遊んでいきましょう、はい、次こそは頑張ろうね。頑張ります、ね、はい、ということで、今回はここまでです。はい、お相手は顧問の野崎しおりと飯沼みなみと飯田ひかるでした。バイバーイ、バイバーイ。